はい、こんにちは、風間大学時間です。今日はこちら、ちょっとね、中身何か分かんないです。多分ウルトラマンのカラータイマーリングだと思うんだけど、もしかしたらジオライドウォッチの、懐中時計の可能性もある。見よう。じゃん、あ、やっぱりそっちだったか。じゃん、はい、1万2000円だったかな。そうっすね、あ、いや、1万円ですね。1万800円。じゃん、仮面ライダージオプレミアム懐中時計、対象年齢15歳以上、ボタン電池 SR626SW1 個使用。お、マルカ株式会社プレックスですね。はい、開けます。プレミアムバンダイで予約されてましたので、まあ多分予約したんだろうね。おお、かっこいい。ジオーじゃん。おお、めっちゃかっこいい。やば。保証書は多分これ普通の保証書ですね。すごい。電池の寿命はなんか切れたら有料で交換しようということですね。はい、うわー、かっこよすぎる。重た。これ剥がそう。うわ、すげえ。めちゃんこかっこいい。え、しかも時間合ってる。ぴったりだ。いや、でも、ちょっと、一個いい。わかんなくね。時間わかんなくね、これ。時計わかんなくねえか、これ。なんか12とか1とか書いてねえから、どこが何時かちょっとわかりづらいよね。全く知らない人が見たらどこが上かわかんないもんね。え、どっちだこれみたいなね。まあここが上だからわかるとは思うけど。すげえ。秒針がね、秒針というかこの、これかっこいいよね、針。実際にこのジオの針の形をしてるわけではないんだね。ここは普通の時計なんだ。ちょっと合わせてほしかったよね。無理があるのかな、形的に。なんか変、やろうとしたけど変になったのかもしれんね。すーげー。まあね、重厚感たっぷりでマジでいいです。これって懐中時計って俺使ったことないけど、何、どうするの、これ首にかぶせるの。いや、こんな首細いわけないもんね。どうやって使うの懐中時計って。腰に巻くんだっけ。全然使ったことないからわかんないですね、懐中時計。リューズがこの上のボタンのとこで、蓋開閉ボタンってのがあるみたい。蓋開閉ボタン？ん？全然開閉しないけど、押しても。この説明書って、こいつの説明書なのかな？なんか全然蓋開閉ボタンって書いてるけど、全然開閉する要素ないんですけど。ね。この多分、これ、いろんな懐中時計の多分同じ説明書ですね、多分。間違いなく。多分。書いてないもんね。だって。仮面ライダー需要要素が。うん。あ、でもプレックス2019とは書いてあるから実際そうなのかもしんないけど、全く。あ、でも回る。上は回るね。ここの、ここは回るけど、あ、止まっちゃった。あ、上に引くと止まって、それで回すと時刻は合わせれるんだ。ただ、蓋開閉って蓋がないから別に開閉する要素ないよね。かっこよ。すごい。実際の需要、あれ？なんか最近さ、ライドウォッチ不足というかさ、どこにライドウォッチ行っちゃったみたいな。すごいね。あの、需要ライドウォッチ行方不明な。あった、あ、出た。こんな感じですよ。いや、めっちゃかっこいい。すげえ。いいね。回んのかな、これ。回らないっすね。固定ですね。そりゃそうだわな。ほら、めっちゃかっこよくない？うわー、かっこいい。これこそさ、
GO2 のさ、あれみたいだよね、シルバーの方みたいな。はい、ということで今日は仮面ライダー GO1 万円の懐中時計をご紹介しました。今でもあんのかな、プレバンに。まあ多分見てみてください。はい、それではまた明日。バイバイ。